こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日は今流行りのオレンジリップに似合うゴールドアイシャドウを使ったメイク動画を作りました。ブラウンアイシャドウで飽きた方やオレンジリップに何色を合わせていいかわからない方にとてもおすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ルナソルのスキンモデリングアイズ2番の右上をアイホール全体にのせていきます。大きいブラシに右上の色をのせてアイホール全体につけていきます。細いブラシで同じ色を目頭3分の2つけていきます。細いブラシで右下の濃い色を取ってアイラインを引くようにのせていきます。二重幅ぐらいにのせていきます。同じ色を細いブラシで下まぶたの目尻残りの3分の1にものせていきます。目の際はギリギリにのせていきます。左上のラメを大きいブラシを使って目の中心にぼかしていきます。そうすることによって目を開けた時に縦にシャドウが入っているので目が大きく見えます。ワンデータトゥーのアイラインを使ってアイラインを引いていきます。今日は大人っぽく仕上げたいので目尻3ミリ上にはみ出すように少し跳ね上げ気味にアイラインを引いていきます。その時少し上に皮膚を引っ張ることによって描きやすくなります。